難しいと思うんですけど、ちょっと1分ぐらいいただいてもらってもいいですか。まずお名前と。今日は高橋亮大で北海道名寄市出身です。あ、この近く。いや、結構3時間ぐらい走ったとこですね、札幌から。あ、俺、酒飲めないんで大丈夫です。お名前と。あ、林崎哲也です。どこから？同じです。あ、そう。はい。いや、泊まってるホテルでもし分かれば。こういうイベント、こういう外国人選手を一緒に滑るのはどういう感じなんですかね。あの、はい、すいません。やっぱ経験値も上がるし、目で見て覚えることもあるし、やっぱ学べることの方が多いと思いますね、今はまだ。自分の力的に、で、やれることはやって、また来年に繋げれたら繋いでって感じ。いつもビデオとかで見てる選手は目の前で飛んでくれるんで楽しみです。その人たちとこう同じ大会に出て競技するって考えるみたいで嬉しいです。そうですね。でも明日はとりあえずできることやって頑張るだけです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。